が200で340万円です、左右。340万円なんで、まあ、どんだけすごい部屋なのかなと思って、楽しみにしてたんですけど、はい、まあ、見てみたら、そんな価値あるなるほど。まあ、ちょっと今せっかくなんで案内するんで、視聴者の皆さんも見てほしいんですけど、まあ、ワールドカップ価格だと思うんですよね、これが。まあ、この現実を伝えたいし、そもそも何やってんだろうなって気分になったんで、これまあどういう動画になるか分かんないんですけど、ちょっとカメラ版呼んで急遽撮ってます、はい、200で340万1泊170万だからね。いや、とんでもないですよね。正直そんな金をこのホテルにこのお金をかけるんだったら、まあ、いろんなところに寄付したりとか、困ってる人を助けたりした方が良かったなと思って、今結構反省してて。なるほど。さすがにワールドカップとはいえ、まあ、それなりの金額払ってすげえ部屋なのかなと思ったら、あれみたいな。いや、すごいんだよ。いや、すごいでしょ。すごいはすごいんだけど、1泊170万に見合うかなみたいなところがあるんで、ちょっと見に行きましょう。行きましょう。でもちょっと入り口はすごいですね。入り口だけどやっぱマンダリンオリエンタル。はい。ちょっと今回に関しては反省してると。で、反省してるわけじゃない、自分のお金だから別にいいんだけどなんかこれ何やってんだろうなって。なるほど。でもこれでも入り口からすごいですね。すごいだ、すごいんだよ、さっきできたから。 ありがとうございます。失礼します。どうぞ。ちなみにここはトイレ。あ、トイレなんですか。いいじゃん、使ねえ、トイレ。こんな感じで。なるほど。ここにはミニバーがあって。こんな。わ、すごい。まあ、まあ、すごいけど。まあでもまあ、こういう状態ならよくあるよね。よくありますね。はい、まあ、で、こっちがリビングっていうかね。リビング的な。おお。リビング的な感じです。ありますか。リビング的なやつ、ね。リビング的なね。はい。あれ、そこ。外すごいですね。外はパブリックビューイングが見えるから、ここをちょっと出るとこんな風になるんです。え、すごっ。サッカーやってますね。サッカーやってるね。これはいいと思うけど、ここはすごいですね。で、次、寝室。寝室ですね。まあ、こんな感じ。はい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 。まあ別に普通じゃない。まあ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 。デフォみたいな。まあ、で、やっぱりお風呂どうなのかなと。はいはい、はい。お風呂がまあいいでしょうっていうことで、まあこれなんだよね、お風呂。うわ、すごっ。まあすごいけどさ、でかっ。すごいんだけど、はい。まあお風呂。お風呂ですね。で、まあまあお風呂。まあ、トイレね。トイレ的な。トイレ的な。はいはい。で、一応向こうは。向こうは別にあのシャワーだから、シャワーあるんですね。っていう感じ。あ、なるほど。え、ホテル泊まったら高いのは300万でなくない。何やってんだろうなって気持ちにちょっとなってきて、はい、まあいいんだけど、ちょっとかけすぎちゃったんじゃないかと。あ、車買いますよ。確かにね、もったいないよね、そう考えたら。やっぱワールドカップ価格が上がるんですね。まあ多分ね、やっぱすごい人が来るからプレミアになると思うんだけど、それでも高くしても売れるってことなんですかね。うん、まあでもちょっと、まあこんなアメリカ、あ、これチョコレートだって。え、壊れちゃったし。これすごいとかくれたけど、はい、まあ、そんなお金あるなんだら困ってる人に寄付したりとか、今年やったけどランドセル配ったりとか、うん、そういう活動もっとできたんじゃないかなと思うと、お金の重みってすごい考えちゃうよね。いや、何やってんだろうな。だってこの度は飛行機とか全部込み込みでやったら相当かかってますよね。まあ、500万以上かかってるけどね、チケットとか。お金はいいんだけど、やっぱ費用対効果を考えた時に、やっぱりこの一流ホテルに泊まって一流のサービスを受けるってことはすごい感性が豊かになるし、自分の中の経験値が上がるっていう意味ではすごいいい投資だと思うんだけど、なんかそんなワールドカップ価格の時に行かなくてよくね。ミスった。